壊していけよ。オフェンスバイディ、レッツキープ。ほら、もう、あるのが相手がいろんなディフェンスがしてきても、流れちゃんと作っていくの忘れないでしょ。ほら、レッツキープ、ドンストップ、ドンThank you.
勝利となりました。それでは戦いました両チームに皆様大きな拍手をお願いいたします。初めてやられててね、たぶんこっちの特徴を捕まえるの難しかったと思うんですけど、まあこれでちょっと慣れたと思うからどういう感じやってるか、まあ明日また本当に引き締めてしっかり足元を信じてやっていきましょう。終わりました、これで以上。よー、めっちゃスイー、ワンツースイー。戦いづらいっていうことはないんですけど、この今長崎さんがやってるバスケットっていう本当にこう20点差離されても、うん、追いつく可能性のあるバスケットをしてるし、逆を言えば20点差つけられたとしても追いつけるバスケットもするんですよ。だからこの流れっすよね、本当に。でその流れを今日我慢して1回10点差広がってからなかなかその5点差以内とかっていかなかったっていうところが一つキーだったので、うちも決め返してたっていうところがあったので、はい、ちょっとやっぱり感触は薄いです、僕的に今日、はい、明日の方がちょっとやっぱりもっと怖いなっていう、明日ちょっと全然違うゲームだと思ってるんです。だからまたちょっと違う、はい、気を引き締めてやっていきたいなっていうイメージです。まあオフェンスもディフェンスも両方こういうことしたで、選手からもね、こうハーフタイム終わった時もこういうことを今チームで遠藤から来てチームで話したんですけど、これでも言っていいですか、それはもうまともない、もうそれはそれでお前らけどそれでいこうっていう話だったし、はい、もう本当にそういうシーズンなので、コーチと、ね、選手がこう意思統一していることが大事だと思っているので、はい、まあ、ブレないで、まあ、それで失敗したら、だからこそ失敗したとしても僕はチームとして失敗したねって一緒に悔しがれることが大事、成功と、ね、失敗なんてもう紙一重だから、その時になんか、いやこうしておけばよかった、ああしておけばよかった、いやこお前こうだろこうだろってなって終わるチームはやばくなっていくんで、まあ、なるべくなるべくだからその、ね、意見を集約して、あ、じゃあ失敗した時も一緒に悔しがれるし、勝った時に一緒に喜べるっていうのはすごい意識しているので、あ、まあ、それで勝ってるっていうのは本当にそういった意味で選手たちも嬉しいんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね、まあ、僕たちは本当にこの相手どうこうとか関係なく本当に一試合一試合、戦って準備していくだけですし、まあ、よりむしろ相手にプレッシャーかかってたらいいなっていうイメージかな、相手の方がプレッシャーかかってるんじゃない、僕らなんてね、こう最初は多分11月ぐらい、あ、ギャビン怪我したんだとか言って G がいなかったりアイザックいなかったり、ブレックスどうせ落ちてくるなって多分他がちょっと思ってたと思うんですけど、そこを踏ん張った選手たちが素晴らしいですし、だからってうちがね今ここでね勝ち星をね我慢して積み上げてきたものとか、選手が戻っても姿勢は変わるべきではないと思うので、必死に一試合一試合、だからまああんまり僕は意識してないです。で最終的に本当にこうやって勝ち続ければ見えるもの見えてくると思ってるので、はい、引き続きだからファンの方が、まあ、ファンの方たち嬉しいと思うんですね、もうこのね、まあ、それに対しては本当に嬉しいと思いますし、あ、でも本当に今まで通りに本当に応援していただいて、最後素晴らしい景色を一緒に見れたらなと思うので応援よろしくお願いします。 I just kind of just play basketball and just try to be a great teammate. Part of being a great teammate is, you know, being vocal. If I see something, communicating with the guys.Listening to what the coach is saying and remembering our game schemes and reminding the guys of our game schemes. So that's what I just try to do, just be helpful to my teammates and be a great teammate. I'm just focused on just winning as many games as possible for Brex. I'm not focused on what All Work is doing or any other team in the league. I'm just focused on the team I'm on and continue to win games and continue to get better. So that's all I'm focused on.正直まあ最初とあんまり気持ち変わってなくて、結局シュートの確率もあんまり良くないですし、まあ納得いってないっちゃ納得いってないですけど、まあでもその今おっしゃったようにやっぱ打ち続けなきゃ自分がいる意味なくなってしまうと思いますし、で打たないことには入る入らないのまずそのあれにならないと思うんで、まあもう確率まあ悪いっちゃ悪いですけど、そこはあんま気にせずに空いたら打つってことだけを意識してやっているところです。こうトランジションでアタックするってことは本当に、まあ、前回のバイウィーク、まあ、富山戦とかもすごいできて自分でやれるっていう自信が芽生えたので、そこは自分の強みだと思いますし、こうそこで早く、まあ、最後フィニッシュいけなくても早いペースでオフェンスすればハーフコートの時間も長くなりますし、まあ、そこで、ね、レイアップいければ本当に一番いいですし、そういうところは自分にもできることだなと思ってやってますし、まあ
ハーフコートでこうオフェンスでレイアップ行く回数増えてるのはこう自分でもただパスもらって回してるだけじゃ本当相手にもう分かりやすいと思うし、そこを自分でもすごい意識しているところでもありますし、コーチ陣にもこうどんどんアタックしていけっていうこと話は、まあ、僕だけに限らず出てるので、そこは、はい、いけるところはいけるようにやってます。そうですね、まあこう周囲が見えてきている部分はありますけど、そこを意識しすぎるのではなく、まあ、今おっしゃったようにただ一戦一戦戦ってそこを勝ち切るだけだと思うので、そこはこうなんか順位がどうこうでこう左右されるんじゃなくて、一試合一試合自分たちがやらなきゃいけないことっていうのにフォーカスしてやっていけたらなと思います。そう、まあ、サスさんが用意してくれたプランもありましたし、その中でちょっとズレが作られているような状況で、まあ、選手が話して、まあ、選手がこうした方がいい、ああした方がいいっていう風に、まあ、お互い意見を言い合って、まあ、アジャストしていくっていうところは、まあ、去年にあまりなかった光景というか、まあ、選手同士でしっかり修正できるっていうところも今年の強みだと思うし、まあ、よりそのウィングに外国人選手が入って DJ でも入ってで、まあ、よりまたコミュニケーションを取るようになったし、そういったところは、まあはい、成長を感じるシーズンになってるんじゃないかなと。しっかりそのお互い方を納得して、まあ、その答えになっているとは思うので、まあ、そこに関してはまあ全然あの悪い方向に行くっていうのはないですし、まあ、みんなやっぱりバスケット IQ 高いんで、まあ、そこはもう本当にあの共通してあのみんなやれてるのかなと思います。いや、 やっぱ2連勝するのは本当難しいっていうのはもうみんな分かりきっていることなんで、また明日はなんか違うゲームになると思うし、まあ明日負けてまたゲーム差作られるのもなんかもったいない気がしますし、何よりまあ天皇杯につなげなきゃいけない試合だと思うんで、まあそこはもうみんな、はい、分かっていると思うんで、またしっかり内容もよく、そして勝ち切って首位になれたらいいなと思います。はい。Go!
そうですね、まあ、天皇杯負けたのは悔しかったですけど、まあ、ああいう負け方がレギュラーシーズンじゃなくてよかったなっていうのを、まあ、そこをポジティブに考えて、まあ、今はあれを入れなければレギュラーシーズン今連勝中だし、まあ、本当に練習中もいいコミュニケーションを取りながら、あとはやっぱああいうゲームが今後起きないような準備っていうのもまあ、重ねてできてるかなと思うので、まあ、よりダメな部分をこのバイウィーク期間で見直してまたステップアップできてるような感じもあるので、まあ、そこをまた詰めていければまたさらに強くなれるんじゃないかなと思います。まあ、やっとなかなか追いつけなかったアライバルクに追いついて、まあ、レギュラーシーズンまた再開する中でやっぱりそれ東地区優勝っていうのを、まあ、まず最初の目標にして、まあ、そこを東地区優勝すれば、まあ、またさらに自分たちの自信にもつながると思うので、やっと追いついたんで、まあ、ここから追い抜けるようにで追いかけられる状態にできるようにまたチーム一丸となって戦えればいいなと思います。まあ、一番最近の試合は千葉とのゲームでやっぱり自分たちもあとファンの皆さんも悔しかったと思うんですけど、まあ、気持ち新たにレギュラーシーズン、まあ、ジェフのいる渋谷とできるんで、まあ、そこをまずいいスタートがまたさらに切れるようにいい準備をして試合に挑めればいいなと思うので応援よろしくお願いします。いえ、もうきついです。あ、これあでも久しぶりにやっぱ当日のそれこそさっき言ったように合宿所入って、代表に切り替えていかなきゃいけないなって中でその日、まあ、一睡もできないっていうぐらい一睡もできなかったですね、本当に。でそしたら翌日、ね、ミーティングがあるから誠が、はい、ミーティングルームに入ってミーティングっていうかその会場に入ってきてパッて顔見たらこいつも寝てねえと思ってもう顔ボロボロで
まあでもやっぱショックでしたね。やっぱあの むしろああいう展開だからこそショックがでかかったかもしれないですね。21点か最大リードした中でやっぱ勝ちきれなかったっていうところは、うん、すごい悔しかったですし、まあ、今もやっぱ切り替えられてるかって言ったら、まあ、まあまあ引きずってる部分あるかな、やっぱり正直。まあでもそこに対しての反省点とかをしっかりあら、ね、出して今練習取り組んでますし、でもなんかあのこんな言い方したら失礼になっちゃうんですけど、負けた後で俺選手もそうなってると思うんですけど、マジで優勝したいなと思ってしちゃったです、また、うん、その気持ちが俄然なんか、うん、だからなんかそう思うと、ね、その気持ちが少しやっぱり、うん、自分自身も足んなかったのかなって、今はものすごいやっぱ優勝してなっていう気持ちがすげえ強くなりました。まあ今シーズン始まってね、 DJ が入ってきて、じゃあ DJ をどうやって融合させていくっていうとこから入っていったシーズン でそれも最初のちょっとねふらついた中でもだんだんそれが形になってきて、でまたねこのギャビンがいなくなった時期でもコウスケがこうステップアップした中で、まあもう一個やっぱりこの誠がいない時間帯でどうやって戦っていくかっていうところがね、やっぱりあの確立できてなかったところ、まあ、そこを今また重点的にもやってるところあるんで、練習中にあの、まあ、負けてるには理由があって、なんかただ単に気持ちとかそういう部分じゃない、まあ、もちろんその部分も大事ですけどね、やっぱ自分らに足らなかったところ、あとだからそういう相手に勢いをもたらしたところにどういうバスケットをしていくかっていうところをまたもう一回見直さなきゃいけなかったっていうところなので、まあ本当にみんなポジティブに、あのこれがシーズン最後じゃなくてよかったねって言ってるし、あのそれは本当に良かったなと思ってますけど、逆に選手の方が切り替えれてるかな。選手の方がやっぱね、まあいろんなチームでも経験してる選手も多いし、まあ、そこでのねやっぱり解決策があったと思うので、気持ちの部分では結構選手たちの方が切り替えてると思います。やっぱりこのチームにまだ足らなかった部分っていうエッセンスを少し、バスケットの、ね、気持ちだけじゃなくてね、そのバスケットのコート上でも見せれたらいいなと思ってて、もちろん今までの勝ってる要素の良さと、あの新たな要素もまた入れていきたいなと思って今取り組んでるので、そこがだからまたなんか見てる人たちもね、1年間見てると、あやっぱこういう風にいろいろ変わってくるんだって見てる楽しさみたいのを体感してもらえるとありがたいと思いますし、はい、本当にちょっとさっき言ったストーリーをね完結できるように、優勝して初めてそのストーリーになりましたねって言えると思うので、はい、ちゃんと完結できるようにしていきたいと思います。いや本当にね、その、まあ、前半戦その選手たちの頑張りもあってね、そういうファンの方も期待感みたいのも持ってくださってると思いますし、でも本当にこのブレックスアリーナ、またニッカアリーナもか、のホームゲームも出てくると思いますけど、よりね、相手を脅かすホームゲームをファンの方々と一緒にしたいと思ってるので、ぜひ、残り21試合でまたそこの後のまたストーリーも続けれるように戦ってほしいと思うので、みんなで一緒に戦っていきましょう。よろしくお願いします。ストライク。